作ったんです。よかったら食べていただけますか？遊園地のライブ最高に楽しかったね。お姫様の格好をした小さい子たちも盛り上がってくれて嬉しかったな。クマさんの大きなぬいぐるみをみんなからミューズへってプレゼントしてもらえたのもすっごいサプライズだったよね。今日この後は遊園地を回って遊園地ならではの場所でいっぱい写真を撮りたいな。小鳥ちゃんと海ちゃんとも一緒に撮りたいし、もちろんアトラクションにも乗りたいから忙しくなりそうだよ。メリーゴーラウンドに乗っているところとかいいなーって。写真撮ってくれるの？ありがとう、嬉しい。あ、待って、せっかくだからあなたも一緒に写ろうよ。きっといい記念になると思うんだ。あのブランコのところはどうかな？お花が飾ってあってこの衣装にすごく似合うと思うの。それにあのブランコならこのクマちゃんも乗せてあげられそうだよね。うん、いい感じ。小鳥ちゃんと海ちゃんもここで写真を撮ったら本物のお姫様みたいに見えるよね、きっと。私もお姫様に見える？そうだったら嬉しいな。海ちゃんにはおてんばなお姫様って言われちゃいそうだけど。読んでみたいストーリーを選んでください。読んでみたいストーリーを選んでください。あのチョコレートを作ったんです。よかったら食べていただけますか？本日はアイドル研究部のマジックショーにお越しいただき誠にありがとうございます。それでは早速目を閉じてください。今あなたはパン屋さんにいます。パンのいい匂いがしてきました。今ほのかに話しかけたらダメだよ、催眠術が解けちゃうからね。ちゅる、あれ、パンのことを考えたらよだれが。おかしいな、のぞみちゃんに催眠術のやり方を聞いたんだけど。あなたに催眠術をかけるんだからパンのことじゃなくてあなたのことを考えないとダメだよね。じゃあもう一回、しっかりと目を閉じてください。あなたのまつげって長くて綺麗。なんでほのかと違うんだろう。あなたみたいなまつげになりたいな。あれ、あなたのこと考えてたら思わず変なこと言っちゃった。今のなし、今のは恥ずかしいからなしだよ。弓を握った瞬間、心がスーッと落ち着くんです。友チョコとはまた私の知らん。貝殻はこれくらいの量でいいかしら。ほのか、そっちはどんな感じ？二段目はうまくいったけど、このあたりをもっと固めておかないと崩れちゃいそうだね。あとは、あれ、エリちゃん？あらあら、私が戻ってきたことに気づかなかったほど集中していたのね。ほなか、ちょっとだけそこで待っててもらってもいい？ありがとう。よーし、それじゃエリちゃんが戻ってくるまでもう一頑張り。お待たせ、ほのか。はい、これよく冷えていて気持ちがいいわよ。ほら、
ごめんなさい。でもあんまり集中しすぎて水分を取らないでいると熱中症になっちゃうから気をつけてね。あ、そっか。実はちょっとだけ喉が渇いてたんだ。それじゃあ早速。うわー、おいしい。やっぱり暑い日に飲むスポーツドリンクは最高だね。ありがとう、エリちゃん。どういたしまして。一気に終わらせる必要なんてないんだから、焦らずゆっくりやりましょう。素敵な作品に仕上げるためにもね。読んでみたいストーリーを選んでください。困り顔がかわいい。急に何を言うんですか。恥ずかしくてあなたの顔が見れません。ちょっと君、後ろに隠れさせて。追われているの。みんな向こうに行った。行ったわよね。よかった。まさかこんなことになるなんて。ロックな衣装を着たら作曲がはかどったってマキが言うから、私も曲をより理解するためにロックな衣装を着てみたんだけど、そうしたらみんながこの衣装のことをすごく気に入っちゃって、突然撮影会が始まっちゃったの。最初は私も撮られていたんだけど、でもあんまり似合う似合うって言われるから、その恥ずかしくなっちゃってつい逃げてきちゃったの。って笑わないでよ、本当に恥ずかしかったんだからね。けれどこの衣装そんなに似合うかしら。ねえ、君も似合うって思う？読んでみたいストーリーを選んでください。今日もよろしくお願いします。小鳥はやはり器用ですね。小鳥の作ったてるてる坊主、ほのからしくて可愛らしいです。それに比べて私のは。そんなことないよ。海ちゃんのだってすっごく可愛いと思うよ。ほのかちゃんの雰囲気も出てるし。でももうちょっとだけ顔を可愛らしく描いて。ああ、どうしたの。インクが滲んでほのかの顔が恐ろしい表情に。どうしてこんなことに。でも大丈夫、まだ失敗したわけじゃないよ。ちょっとアレンジすれば怒ったほのかちゃんの顔にできそうじゃない。なるほど、それはそれでご利益ありそうですね。ちょっと試してみます。うみちゃんの頑張り屋さんなところ、やっぱりかっこいいな。ん？小鳥、何か言いましたか？ううん、なんでもないよ。素敵なてるてる坊主作ろうね。読んでみたいストーリーを選んでください。まだまだ頑張れますよね。ね、眠っていたわけじゃないですよ。今のは精神統一です。目を閉じて心を落ち着けていたんです。弓道の試合の前にもやっていますよ。心を落ち着けて目の前のことに集中すると大切なことに気づけることが多いですから。今はそうですね、みんなのことを考えていました。ほのかのおかげで素敵な仲間に巡り会えたなって思っていたんです。ほのかの行動力と思い切りの良さには本当に振り回されてばかりですけど、結果的にミューズに入ったのも最初はほのかに強引に誘われてでしたが、
スクールアイドルをやっていてよかったって心から思っているんですよ。ほのかと小鳥がいなかったら、こうしてスクールアイドルになることも、ステージに立つこともなかったでしょうね。そう思うと、最初は恥ずかしくて仕方なかった自分が、今では不思議で、あの時は素直じゃなかったのかもって思ったりするんです。だって、スクールアイドルがこんなに楽しいなんて知らなかったんです。でも、そう思えるのも、ほのかと小鳥が一緒だからこそでしょう。二人は私のとっても大切な友達なんです。二人と出会ってから私も随分たくさんの経験をしてきました。大変なこともありましたけど、でもどんな経験も宝物だって思えるのはやっぱり三人一緒だったからなんですよね。読んでみたいストーリーを選んでください。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが、充実しています。困り顔が可愛い。急に何を言うんですか。恥ずかしくてあなたの顔が見れません。あなたが会場のどこにいてもステージから見つけてみせます。みんなと一緒に遊園地で遊ぶのも楽しいですが、こうして二人だけで遊ぶのもたまにはいいですね。ホラーマンションで驚いた時のあなたの顔私だけが見てしまいました。え、そういうのはよくわかりません。私はただあなたと一緒にいられたらいいなという気持ちだけで。でももしそれをデートというのならデートなのかもしれません。普段聞き慣れない単語を聞くとどうも意識してしまってお恥ずかしいです。そろそろ空も暗くなってきましたから着替えてきますね。少しここで待っていてください。ハッピーハロウィン。お菓子をくれないといたずらしてしまいますよ。違います。お化けではありません。お化けのように見えるかもしれませんが、本当の私はお化けではありません。もうそんなに意地悪しないでください。意地悪のあなたも嫌いではありませんが、優しいあなたの方がもっと好きです。読んでみたいストーリーを選んでください。実は今日はあなたに伝えたいことがあります。とても大事なことですから、ちゃんと聞いてくださいね。実は小鳥に衣装のスカートを長くするように言い続けて、今回はついにスカート丈の長さを勝ち取ったんです。長かった。ここまでの道のりは本当に長いものでした。どうですか、このクラシカルなメイド服。ふんわりと長いスカートに豪華なフリル、ウェイトレスにぴったりだと思いませんか。すみません、嬉しくてついはしゃいでしまいました。今回のメイド服はステージ衣装と喫茶店でのお手伝い服を兼ねているんです。お手伝いができるのも楽しみですが、いつかウェイトレスではなくあなたと一緒に喫茶店でパフェを半分こしてみたいです。すみません、嬉しくてつい変なことまで言ってしまいました。ですが嘘を言ったわけではありません。よろしければ
今度喫茶店に行きませんか？読んでみたいストーリーを選んでください。あの、人魚姫はこんなに露出の多い格好なのでしょうか？恥ずかしいので、海藻か何かを体に巻いてもいいでしょうか？あ、ダメですか。まあ、衣装の話はこれくらいにして。人魚は空想上の生き物と言われていますが、もしかしたら本当にいるのかもしれないと考えることがあります。いないと決めつけるより、いるかもしれないと考える方が楽しいですから。海の中に私たちと同じくらいの年齢の女の子がいたら、お話ししてみたいですよね。もしかしたら海にも学校があって、勉強や部活を頑張っていたりして。今度海に行った時に少し潜って探してみようかな、なんて。今度一緒に海に行きませんか？あなた専用のトレーニングメニューも作って準備しておきますから。え？人魚姫を探しに行くとしても、トレーニングメニューは免除ではありませんよ。それはそれ、これはこれです。困り顔がかわいい。急に何を言うんですか？恥ずかしくて。もうすぐ端午の節句ですね。もともとが武家だったからか、家には大きな鯉のぼりや鎧兜があるんです。昔は今と違って、病気や戦で命を落とす人も多かったでしょうから。無事に育ちますように、立派な人間になりますようにと、皆願いを込めていたのでしょうね。時代が時代なら、女子が家を継ぐことは難しいですから、家を継ぐために私も男子として育てられていたかもしれません。今でも小鳥にはよく男装をしろと言われますが。あなたまで男装が似合いそうだというのですか？もう、あまりからかわないでください。ですが、男装をすることであなたをずっと守り続けることができるのなら、それもいいかもしれませんね。読んでみたいストーリーを選んでください。スイーツですか？それほど甘いものは食べる方ではないのですが、勉強や運動の後に少し食べるとやはり美味しいです。凝った和菓子などは食べるだけではなく、見る楽しみもありますよね。味だけではなく、さらに上質の喜びを提供する和菓子はすごいです。私もスクールアイドルとして、もっと皆様に喜んでいただけるように頑張らなくてはと気を引き締める次第です。ですが、スクールアイドル活動はまだまだ慣れないことが多いです。例えばそのスカートの長さとか。だってステージの上でたくさん踊ったら中が見えてしまいそうだと思いませんか？万が一見えてもいいように、見えていい下着を履くというのは私の常識を超えています。はあ、スクールアイドルへの道はまだまだ険しいですね。精進します。あなたが会場のどこにいてもステージから見つけてみせます。冬も好きですが、春はやはり心が穏やかになっていいものです。雪が溶けるように心が暖かくなっていくといいますか。別に普段は心が冷えているわけではありませんよ。桜のつぼみも膨らんできましたし、今年も桜並木が楽しみですね。
ですね。少し待ってください。気持ちを落ち着かせますから。ではお伺いします。よろしければ今度一緒にお花見に行きませんか？行ってくださるんですか？よかった。あなたと一緒に桜並木を歩けたらとても素敵な思い出になりそうです。読んでみたいストーリーを選んでください。誰もいませんね。では今のうちに。いつの間に後ろにいたのですか？もう驚かせないでください。でも後ろにいたのがあなたでよかったです。これをあなたに渡そうと思っていたので。はい、チョコレートです。お口に合うかは分かりませんが、その気持ちはこもっています。はい。いえ、そんなお返しなんて気になさらないでください。あなたが笑って受け取ってくれたことが私にとって何よりのプレゼントになりますから。ずいぶん寒い。風には注意してくださいね。スポーツ嫌いな子はいないかな？体を動かすととっても楽しいんだよ。大丈夫。せーのでやってみようか。海お姉さんが応援ビームでビビッと応援しちゃいます。かわいいとかそういうことはどうでもいいんです。今私が聞きたいのは見たか見ていないかです。見たのですね。見たのですね。今度ミューズで近所の幼稚園にボランティアに行くことになって、ちょっと練習してたんです。え、これなら子供たちに大人気。本当ですか？じゃあもう一度練習に付き合ってもらってもいいですか？読んでみたいストーリーを選んでください。浴衣は見た目も涼しげで機能的です。日本の夏はやっぱり浴衣ですね。今日は夏祭りに誘ってくださってありがとうございます。とても楽しい思い出になりそうです。どうして私を誘ってくださったんですか？私、大切な人と夏祭りに行ってみたいなってずっと思っていたんです。もしかして私を大切に思ってくれていたとか。花火がもうすぐ始まるみたいです。隣に座ってもいいですか？そうですか、よかった。もう一つお願いがあるのですが、手をつないでもらえませんか？ありがとうございます。あなたとこうしてつながっていると思うと嬉しいです。弓を握った瞬間、心がスーッと落ち着くんです。ほらそこ、廊下は走っちゃいけません。あら、あなたでしたか。実は校内の風紀強化の一環としてお手伝いをしているんです。何を急いでいたのか分かりませんが、危ないですよ。廊下は狭いんですから、
自分だけでなく他の人まで怪我をさせてしまうかもしれません。それにあなたが怪我なんてしたらミューズのみんなも心配します。もちろん私も。とにかく気をつけてくださいね。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが充実しています。可愛い弓矢ですね。衣装でも弓があるとちょっと落ち着きますね。キューピッドみたいですし、差し詰めこの矢は恋の矢でしょうか。試しにあなたのハートを打ち抜いてみましょうか。なんて冗談です。だってそれはやっぱり何の助けも借りずに。何でもありません。読んでみたいストーリーを選んでください。あの、和服って聞いていたのですが。和服なのに露出が多すぎませんか。こんな短いのはあなたの前以外じゃ恥ずかしくて着れないです。いえ、日本女子たるものたとえあなたの前であっても。あ、でももし将来を約束した中であればこれぐらいは許される。ですよね。結婚しましょう。読んでみたいストーリーを選んでください。私